この YouTube ではテレビでは収まりきらなかった未公開シーンをたっぷりとお届けいたします。たらふく召し上がれ。今日はあの千年物語の中で食べることができる湯山箱を食べに来ました。ありがとうございます。お願いします。日本料理二章藤本様です。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。もうあの社内の素敵な雰囲気の中でこのお弁当が食べれると思ってワクワクしてきたんです。今日は特別にあの普段は千年物語の中でないと食べれないんですけれども特別にあの藤本様のところでちょっとあの見せさせていただきます。はい、箱のこの湯山箱のこの前にも千年物語のマークが入ってて、はい、細部にまですごいこだわってありますね。どんな料理なんだろうと思っても八重紫も入ってますしね、はい、すごい楽しみです。それでもこうスーッと出して、うん、そうですよ、はい、玉鉄砲ですね。確かに、うん、なんかねすごいおこれ絶対美味しいでしょこれすごい品数が入ってますね。一段目がご飯の、そうですね、一段目がご飯にしますよ、はい、決まってるんですね。はい、二の重が焼き物と煮物、はい、これご飯が進むやつですね。牛肉のしぐれ煮、しぐれ煮、美味しそう。こっちも隠れてますよ。料理はもう季節も入れないかんし、目で楽しめ、ね、目で楽しめないかんし、はい、で丸見えにするんじゃなくてちょっとこう食べ方が関わるっていう楽しみも入れて、はいはい、ちょっと何かなっていう感じで藤本様のあれですね、なんか豊かな心を感じますね。その心の一部でも私感じれるようにもうちゃんと味わいたいと思います、はい、いただきます。はい、どうぞ。どうぞ。これ見ながらこうねお品書き見ながら食べるのが楽しいですね。スレッコ、うん、どう食べてる。うん、おいしいです。今日の給食はぶどうです。ぶどうちゃんよ、これいくらじゃん。いくら